ユーロスペースは東京ロビー劇場は渋谷区延山町の木のハウスビル3階にある。このビルの4階にはメーガザ、シネマベーラ渋谷が入居しており、ユーロスペースとに環境通の会員制度が設けられている。また2階にはユーロスペースが運営するライブホール、ユーロライブがあり、映画上映、トークライブ、落語会などに使用されている2006年1月の9。 アックスビル落成の際には地下1階と2階に2スクリーンのミニシアター旧アックスシネマも開館したが2008年8月に渋谷シアターツタヤと改名後2010年9月に閉館した代わりに2010年11月に地下1階から2階までの3フロアに映画美学校が移転し地下1階の劇場は映画美学校支社室となった 2011年4月には2階に多目的ホール、オーディトリウム渋谷がオープンし、ミニシアターとして映画の上映が行われていたが、2014年10月に閉館、翌11月より、ユーロライブにリニューアルした。1982年、堀越健造が渋谷駅南西の桜川課町にある東部富士ビルの2階に、開館。オープニング作品は、ある同ケ詞であった。当時はまだ、 日本での知名度が低かったレオスカラックス、アッバスキアロスタミなどの作品を紹介したり、雪雪て、新軍などの話題作を上映して、1980年代のミニシアターブームの一翼を担った。1994年には改装でにスクリーンとなった。その後、ロングランになる作品が減って観客が短期間に集中するようになってきたことから、手狭感を解消するため移転することになり、 新たにシネマベーラを開館する内藤厚お及び旧アックスシネマと共に映画館ビルを開くことになった。2005年11月に一時閉館旧アックスビルの落成に伴い翌2006年1月に現在地でリニューアルをオープンした。それまでの桜川岡町の劇場は日本出版販売に譲とされ2005年12月に日版が運営するミニシアター シアターへの渋谷が開館したが、2012年12月に閉館した。企業としてのユーロスペースは、映画の制作、配給も手掛けている。主な配給作品に、アッパスキアロスタミ監督、ホームワーク、応答の味、ライク、サムワン・イン・ラブ、秋カウリス・マキ監督、浮雲、過去のない男、フランソワ・オーゾン監督、焼石に水、幻など、主な制作作品に、 ウェインワン監督、スモーク、ジャンピエール・リモザン監督、東京アイズ、レオス・カラックス監督、ポーラ・エックス、バフティアル・フドイナザーロフ監督、ルナ・パパ、フランソワ・オゾン監督、クリミナル・ラバーズ、焼け石に水、幻、黒沢・清監督、大いなる幻影、塩田・アキヒコ監督、どこまでも行こう、松岡・ジョージ監督、アカシアの道など、ありがとうございます。